見ろ北斗長谷川地面叩くな早くベンチに帰れ日本シリーズその一瞬だけが巨人ファン優越感に浸れた由伸巨人で13連敗した時は由伸に求心力がないから納得してただけど原監督に代わってチームは一つになった俺の知ってる長所巨人になったと信じただからこそこの連敗の重み違う